皆さんどうも、おじです。始めました、ひまわり公式チャンネル。はい、まあ、今回なんですけど、皆さん、パチンコを打ってて、ラッシュ中に左打ちしてみてえなって思ったことある方、2人ぐらいいると思うんですよ。僕もね、結構思うんですよね。逆らってみてえなー、これ。って思うことがよくあるんですよ。で、皆さんはそれ思ってもできないじゃないですか。もったいないからね、バチ当たるんですね。それを代わりにやるっていうのが、このチャンネルの使命かなと、アタスの使命かなと思いまして、やってみちゃおうかなと思います。それで行きましょう。はい、じゃあというわけでね、ラッシュ中に左打ちをする台を、まずラッシュに入れなきゃいけないんで、いくつか当てていこうと思うわけなんですけど、どの機種でやろうかっていう、ちょっと前に話題で上がってたこのガンダムシード。とりあえずこれはやっとこう、みたいなノリですね。なんで、やる台は、これと、これと、これと、とこれです。はい、今から全部当てていこうかなと思います。これが一番時間かかるんです。せい。さあ、行きます。はい。やめかかる。問題ラッシュですよね。絶対入れる。え？お。え？はい、じゃあというわけでね、1台目リゼロからいきますよ。この状態で左打ちをしたらどうなるのかっていうことですよ。これやったことある人います？おるわけないか。これ、ね、僕もね、これなんだかんだリゼロはやったことないんですよね。ちょっとどうなるのか、一応136回転の起こってることになってます。いきます。あ、1個入った。右を狙ってくださいが出たね。右打ちしてください。あ、はいはい、入ってるよ。4、5、7、8、9、え、ちょっと止めていい？これで多分10個目だと思うんですけど。右打ちしてください。これ10個目なんですけど、上の回転数も上がってないな。でもこっちが変動してる。一応抽選はしてるっぽいっすね。ラッシュ中は消化にクソほど時間かかるタイプのやつかもしれないですね、これ。あ、今変動終わった。ここの数字が止まると1回転下扱いになるっぽいですね。ただこっちの、え、何？いや、しばらくお待ちくださいって何？左打ち。せっかく当てたんですけどね。神がかってくださいね。はい、ありがとうございました。押します。お願いします。はい、おー、そうだ、あともう2回やってないかとか。おいおおおおこれが面白いでしょ。こっち選んでくださいね、皆さんも。はい、楽しい時間がやってきましたよ。これがいっちゃん楽しい。いきます。揺れれば揺れるほど熱いという。だからたくさん揺らしたい。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。違う、俺さ、普通に僕楽しんでますけど、この動画の趣旨忘れてました。左打ちをするっていうのがこの動画の趣旨だった。普通に右打ちしてしまった。今気づいたんだけど、ちょっと左打ちしてみよう。いきます。1個入った。右打ちしてください。2個目、2個目入ったよ。3個目、4個目、あ、5個目、6。え、あ、え、え、うん、6回転目っすかね。6回転目で落ちました。せいや。よっこいしょ。続いては北斗の拳ですね。いきやす。で、2回転、3つ、一気に2個入って、あ、4つ。変動してますね、これでも。変動してますけど、ここの数字は変わってないですよ。5、6、ほう、やばくない？6玉で落ちました。でも多分回転数的には4回転で落ちました。これあっという間でした。嘘でしょ。やっぱり嘘ですよ。おお、来た。なんでそうなってるの。はい、やってきましたよ。この子が目玉。悪い噂じゃないけど、この子が出たばっかりの頃ですよ。なんかね、このラッシュ中に2玉へそに入ると通常落ちすると。今までやってきた機種の中でも2玉って異常に少ないじゃないですか。そんなことあると思って、まあそういう噂が流れたわけですよ。ほんまかいなっていうことで、一回やってみましょうよっていう感じですね。いきます。今日こそ貴様を倒す。
だから2玉入ったら落ちるってことでしょ。1玉入ったよ、もう大丈夫、1玉入ったよ、もうはいはい、入ったよ入ったよ入ったよ、3、4一気に入るな。3、4で終わらんやん。今4玉入ったんですけど、終わってませんよね、終わってませんよね。はい、というわけで2玉へそに入れると終わるっていうのはガセだったっていうことですね。まあそんな少ない玉数じゃ終わらないっていう、まあそれはもうもちろんなんですけどね、そんな少ない玉数じゃ終わらんでしょっていう。一応ね、7回転目で終わります。いきますよ、今4個入ってるんで、あと3つへそ入ったら終わります。1個入ったね、あと1個。本当です。はい、7回転目で終わります。これ何度試してもこうでした。何度試しても7回転目で落ちます。今までこれ散々いろんな機種やってきましたけど、これ何のためにあるかっていうと、このシードに限らずなんですけど、変速打ちの対策でこういう風に落ちるようになってるそうなんですね。でここでいろんな仮説が生まれるじゃないですか。7回転で終わるのか、それとも1回のラッシュに7回へそに入ったら終わるのか、はい、まあいろいろちょっと試してみようかなっていうことで、残り4台当てました。僕は1台も当ててないんです。一応ね、このシード、これ分かりやすいんですけど、上のランプで分かるんですよ。これあの赤色になってるやつがラッシュですね。で緑色が、まあ、時短ですね。はい、で次にやりたいのが、じゃあ仮説11回のラッシュで7玉入ったら転落するようになっているっていう仮説だとすれば、4玉へそに入れた後に右打ちをして当てる、で次のラッシュで残り3玉入れたら合計7玉になるじゃないですか。そこで転落をするのかっていう仮説ですね。一回やってみましょうよっていう。じゃあまず4玉打って入れてみましょう。さらに当てないとダメですかね。スルーしたら泣きます。1個2個3個、はい4個、はい4個入りましたよ。上の回転数もちゃんと変動してます。一瞬で4回転消化してたみたいです。画面上では何も起きてませんけど、ここで右打ちに切り替えて当てます。100、50、そうでしょ、やっと。マジでよかった。本当に駆け抜けるかと思った。危ない危ない危ない。もう本当によかった、もう。はい、じゃあトータル7玉で転落するなら残り3玉で落ちるはずなんです。だからへそに3玉入れてみましょうよっていうことですね。いきます。これだから3玉で終わらなかったら、あくまでも1回の、今1個入りました。1回のラッシュ、うん、お2個入った、早いって、喋れんやんけ。ごめんなさい、あと1玉です。でこれでもし転落しなかったら1回1回の大当たりでリセットされてるっていうことになりますね、うん、いきます。あと1玉ですよ。入ったよ、2個入ったって。ってことは1回1回の大当たりでリセットされるっていう風に考えて大丈夫ですね。 OK、 じゃあトータル7玉では終わらないっていうのはもうこれで確定してるんですよ。じゃあもう1個の仮説いきましょうよ。今4玉入ってるんで、じゃあ残り3玉入れたらまた転落するはずなんですよ。じゃあしばらく右で打ってみて、突然また左に切り替えてみるみたいな、そしたら許されるかもしれない。いきましょう。もういいんじゃない。いいですね、100切るまで行ったんで、まあ、これでいいんじゃないですか、とりあえず、うん、はい、じゃあこっから左打ちにしてみましょうよ。そしたらもう忘れてると思うんでね、あ、普通に打ってくれてるわーって。はい、1個入りましたよ、2個入ったよ、あっ、あっ、あっ、OK、 分かった、 OK、 あくまでも1回の ST のところで7玉7回転すると転落するっていう感じですね。ここまで掘り下げたことないんでちょっと面白いですけどね、これ。はい、じゃあ次なんですけども、あのラッシュで転落するっていうのは分かったじゃないですか。じゃあ今度時短中にへそに入れたら落ちるのかっていう話やってみましょう。いきます。1個2個3個4個。え、おそらく5回転で落ちました。これおそらくなんですけど、もう僕らこれ手入れでバーって入れてやってたんで、だから保留マックスだったんですね。仮にもう大当たりの保留は消化してるわけじゃないですか。で残りの保留も、あ、これ当たってるなと思っても、もうへそにバーって入れてたんで保留が4つ溜まってる状態なんですね。で大当たりするじゃないですか。で大当たりしてへそ保留がラッシュ入ってから消化されるんですよ、しばらく放置してたんでね。でってなると残り3回転なんですよ。
保留マックスの状態で当てると残り3回転へそに入れると終わってしまうっていうことは起こり得ますね。これだから最初にこれ なんだろうなちょっと2回転で転落しちゃうみたいな噂流れた時、まあ、勘違いもあったと思うんですけど、3回転だったらあり得るかもしれない。しかも最初の一発目のみ、最初の一発目のみで、しかも保留マックスの状態で、あ、当たったわって思いつつも保留満タンにしてる人だったら、3回転だったら左打ちすればね、プラスやる人いないと思いますけどね。だってこれ全部条件クリアするってなかなかの人ですよ。はい、終わりました。でも今回なんですけど、いろんな台をいろんな台のラッシュ中に左打ちをしてみて、どういうことが起きるのかっていうのを検証してみたわけなんですけども、一番早かったのが北斗かな、の4玉で落ちたっていうのが一番短かったっすかね。シードでね2玉で転落するみたいな噂があったんですけど、まあその情報流した方、ガセだったのかガセじゃなくて勘違いだったのかよく分かんないですけど、まあ一応3玉で落とすっていうのは可能ではありました。初回のみ、いろんな条件が重なるとやっと3玉で転落するかなっていうのは一応再現はできたんですけど、2玉で落ちるっていうのはまあ気にしなくていいかなっていうレベルですね。真似する方いらっしゃらないと思いますけど、ラッシュ中は右打ちだと言われたら右で打って、左打ちだと言われたら左で打つようにしてください。もったいないんで、あとバチ当たるんで。てな感じで今回この辺で終わろうと思います。バイバイ。